日本東京都中央区、港港は東京都中央区の町名。現行行政地名は港1丁目から港3丁目。郵便番号は104-0043。旧京橋区にあたる京橋地域内東部の新富地区に属する。隅田川の西岸にあたり、北で八丁堀、北東で亀島川を挟んで進化は、東で隅田川を挟んでつくだ。 南で赤市町、西で入船と接する。全域が、築地警察署、京橋消防署、築地出張所の管轄にあたる。かつて存在した河川江戸時代には、町域の西側には、松平川上屋敷、松平東江守屋敷が所在した。また、東側は本港町、船松町という町名で、江戸に物資を運び込む周運の要所である、江戸港として栄えた。 古今を通じて、鉄砲水成神社の門前町として、賑わいを見せている町である。明治時代はじめには、築地外国人居留地の一部となった。港二丁目一帯の住宅地は、バブル期に、地上げ屋の構成を受け、2000年代はじめには、老朽化した住居と駐車場用地が入り組んだ、虫食い状態の街並みとなった。その後、2008年に、 港二丁目東地区市街地再開発事業が都市計画決定、施行され、2017年11月に建築工事が完了した。隣接する区画では、港二丁目等土地区が整理事業も同時施行され、新しい町並みが広がっている。江戸時代、商船の荷上げ場や橋家に積み替える港があったことから、港町と呼ばれたと見られている。 2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道は通っていない。中央区立中央小学校と鉄砲筋道公園。ありがとうございます。